こんにちは、ゆかこです。今回は余ったメランジで編めるシリーズの第3弾フリンジのコースターの編み方をご紹介します。まずは材料です。メランジを少量残った分ご用意ください。あとかぎ針は8号5ミリのものを使用していきます。あとはとじ針、ハサミをご用意ください。それではチュートリアルスタートです。まずは作り目鎖14目で始めます。今回も初心者さん向けにちょっとゆっくりめで動画を撮ったので、慣れてる方はどんどん飛ばしながら進めていってください。初心者さんは一緒に動画を見ながらじっくり編んでいきましょう。14目が編めたら立ち上がりの鎖3目を編みます。編めたら端から5目目、今編んだ鎖3目と1、2、3、さらに2目、1、2、5目目のところに鎖の間から針を入れて半目だけ拾って長編みを、よいしょ、こんな感じで1目編みます。あとは端まで長編みを編んでいってください。はい、これで1段目が完成です。最初の鎖3目を含めて全部で14目になります。続いて2段目、鎖3目で立ち上がって3目編んだ後にくるっと編み地を返します。で、鎖3目は1目と数えるので、次の隣の目2目目から手前の半目だけを拾う長編みで編んでいきます。こんな感じで上側と言いますか、手前側と言いますか、この半目だけ拾って長編みをよいしょと編みます。こんな感じですね。はい、このように端までずっと半目だけを拾う長編みで編んでいきます。で、最後の目ですね。ここが前段の鎖3目、前段多分4目残ってるんですけど、立ち上がりが3目だったので4目中の一番上の目ですね。ここに針を入れます。こんな感じです。一番根っこの1目があっての 1、2、3目目、ここですね。ちょうど鎖の間からニョキッと針が出てたら OK です。ここに長編みを編みます。はい、こんな感じで2段目が完成です。続いて3段目、
同じように鎖3つを編んでからくるっと編み地を返して、でこれも同じ編み方で手前の目だけ拾う長編みで合計6段目まで編んでいきます。こんな感じで半目だけ拾って長編みを編んでいきます。で、まだちょっと不安だよという方は、一応ビデオは全部各段ずつ撮ってるので、それを見ながら進めていっていただければなと思います。もう慣れてる方はどんどん進めていってください、ご自身のペースで。はい、こんな感じで半目だけ拾って長編みをよいしょ編むを端まで繰り返しましょう。はい、これも最後まで来ましたね。ここが、前段の3目、鎖3目の一番上、1、2、3ある3目目の、これも鎖2本、目があるうちの手前の目だけを拾います。ここもちょっと拾いにくいんですが、えいやと頑張って針を入れていただいて、ここに長編みを編みます。はい、これで3段目完成です。こんな感じで正方形に、正方形じゃないや、長方形になっていくかなと思います。はい、続いていきましょう。鎖3目で、3目編んで、また編み地をくるっと返します。そして、また2目目から半目だけを拾って、よいしょ。目だけ拾えてますね。これでまた長編みをダーッと端まで編んでいきます。はい、ここも最後まで来たので、前段の鎖の3目目の手前側の半目だけを拾って、あ、長編みですね、間違えました。はい、こんな感じで拾って長編みを編みます。よいしょ、ちょっと目がね割れやすい、あ、いけますかね。はい、これで4段目が完成です。でまた鎖3目で立ち上がってくるっと編み地を返して、また2目目から半目だけ拾う長編みで端まで編んでいきましょう。これで最後も鎖の3目目の半目だけを拾って長編みで、はい、これで5段目が完成です。次ラストです、頑張りましょう。こんな感じで徐々に正方形に近づいてます。ちょっと糸を引っ張ってますね。はい、それではまた鎖3目で立ち上がってくるっと編み地を返して、2目目に半目だけ拾う長編み、よいしょ、長編みを、はい、こんな感じで端までラスト編んでいきましょう。はい、で最後前段の鎖3目目の手前の半目だけを拾って、よいしょ、はい、これで最後も長編みをしたら、これで本体部分は完成です。お疲れ様でした。編むパートはもうここまでです。
1,2,3,4,5,6 6段あれば OK です。お疲れ様でした。はい、では糸を切ってしまいましょう。で、糸処理は後ほどするので一旦そのままで大丈夫です。はい、それではフリンジをつけていきましょう。ここからはフリンジのつけ方をご紹介していきます。はい、こんな感じで一番端の目、ここですね、この一番端っこの目のところに作っていくんですが、12センチに切った糸をまずは24本作ってください。はい、で12本ずつに分けて準備した状態です。はい、では早速つけていきましょう。まず糸を2本取りでつけていきます。2本束ねて手に持って半分に折って、で動画のようにつけていくんですが、まず一番最初、この一番端っこのもう一目と二目と間のところに針を入れて、半分に折ったところの折り目の部分を引っ掛けて、ひゅいと引き抜いて、で、引き抜いた側の輪っかの方、輪っかに、糸端をむにゅっと入れて、よいしょ。で、引っ張ります。キュッと。キュッとキュッと。で、この、つけるときに、ちょうど、まあ、一段につき、一つフリンジをつけるんですが、ちょうど段の真ん中に来るように、ちょっとキュキュキュッと指で押しながら、バランス取りながらつけていってください。こんな感じで、2本ずつ、1段ずつ、一番端っこの一目のところに、針を入れてつけていきます。はい、これで片側が完成です。で、長さは最後カットして揃えるので、多少ばらつきあっても大丈夫です。はい、というわけで反対側もつけれた状態で、こんな感じになります。はい、で、一番最初残していた糸端ですね。この子ちょっと飛び出しちゃってるので、残った糸端の子を一番、よいしょ、まずとじ針に通して、一番手前のフリンジのちょうど結び目のところに針を入れて、まあフリンジの一部としてちょっと見えにくいようにサクッと仲間入りさせてあげてください。これで、よいしょ。はい。これでフリンジの一部となりました。はい。で、フリンジを軽く櫛で溶かします。串もちょっと細かすぎると引っかかっちゃう可能性があるので、私最初こういう風にブラシでちょっと粗めのものでさらっと溶かしたんですけど、お家にあるものでいいので、ちょっとこう、ほぐしてあげるとよりこう柔らかいフリンジの風合いが出るかなと思います。こんな感じで、よいしょよいしょ、ちょっと溶かしてあげてください。はい、では最後ですね、フリンジのカットをしていきます。何か下に引いて
で、その上で切ると、最後のゴミ処理もしやすいのでおすすめです。はい。もう、長さはお好みで、ちょっと私は大雑把なので、もう特に、定規とか、そういうの使わずに、ザクザク切ったんですけど、几帳面な方は、ちゃんとカッターとか、綺麗に、定規とか使って、整えてください。すいません。はい。こんな感じで、もうザクザクっと。私は気持ち短めにしました。まあ、あんまり長いと、こう、まあ、コンパクトな方が可愛いかなと思ったんですけど、まあ、ザクッと切って、あとちょっと微調整するみたいな感じで切っていくといいかなと思います。かなり手前が長くなっちゃいましたので、はい、調整します。こんな感じでザクザクっと切っていってください。これで完成になります。お疲れ様でした。基本の長編みだけで編めるので、かぎ針編み初心者さんもぜひチャレンジしてみてください。あとですね、作り目の数と、あと編む段数を変えれば、サイズも変えられるので、ぜひアレンジも楽しみながら編んでいただけると嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。他にも簡単で可愛い作品をいろいろ出しているので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。